はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。次は28話になりますけれども、分岐シナリオになってますので、まずはこちらをやっていきましょう。日本近海大和中央作戦室。全員こっちに来たのか。まず注目すべきはドラゴンの存在。シンギュラーと呼ばれる次元の扉を開く。通常空間を置いて移動してきた。この世界に生息してるんだ。推測する。鈍居。ちょっと早い。ドラゴンが次元の扉を開いたことで地空間が不安定になった際、周辺にいた我々がそれに巻き込まれたと推測されます。あの生物は時空間の壁を突破する力を持ち、それを用いてこの世界から西暦世界へと進行している。そう結論付けました。この事実は我々に西暦世界への道を開くチャンスを与えてくれました。その鍵となるのがボソンジャンプ。西暦世界の火星から宇宙世紀世界に飛ばされたのはゆりかさんの意思であると見て差し支えないでしょう。永久ジャンパー。平行世界を超えるボソンジャンプ。火星の後継者も研究中。火星の遺跡にも演算ユニットはないと。なるほどね。ドラゴンはもともとここの世界にいて、西暦世界に空間移動してきたんだね。シンギュラーと同様の波形を生み出す存在、ビルキス。ボソンジャンプ、すごいね。次元歪曲波形の計算もナインがやってくれます。西暦世界への帰還の道が開ける。てかもともとバングレー自体がよくわかんない機体だからね。すでに準備は完了している。明日12時、西暦世界組帰還に向けてパラレルボソンジャンプを行う。ここで分かれるのか。なでしこ、ソレスタルビーング、その協力者、勇者特急隊、ランタン、ザンボット。アナザーガンダム系は向こうだね。ってことはロンドベルメンバーとマジンガー、ゲッター、あと誰だった。新西暦組か。新西暦組はこっちに残るってことね。
ヤマト格納庫。戦力外通告。あ、選択権ね。慎重に決めないけどね、もうサクッと決めるよ、サクッと。サクッと宇宙世紀に残るよ。そうですね、結構わりかし簡単に決めるよね。だって西暦世界とか の人たちとはもう二度と会えないかもしれないんだよ。宇宙世紀に残りましょう。そうか、応援してるぞ。いいんですか？許可を取る必要はないぞ。配置につきました。あ、もうなんか自在に操れるんだね。次元歪曲。ヘルミオンボソン変換。シンギュラーの波形との同調率 99.9%。 ディストーションフィールド展開。GN フィールド展開。ジャーンプ。消えた。ああ、成功したんだかしてないんだかっていうのはちょっとわからんな、こっち側じゃ。とりあえず問題はなしか。単純に戦力が半分か。まあ、機体はいっぱいいるからね。戦艦は3個。違う、テッサも入れて4艦あるのか、それでも。そうするとまた強化パーツですね。強化パーツを組み直さないといけないのと、ファクトリーがあるか。またニューになってんね。行ってしまったか。私が彼らに会えないと思った。あ、ブースターがある。やった、買っとこう。こんなものかな。よし。あとサブオーダメとか。ここら辺はちょっと撃墜数の人たちだな。トビアとかやると49になるけど。まずはやっぱり艦長系だな。オットをブライト、サヤカも入れとくか。でテッサ、あとはどうしようかな。シンジ君やっぱり少ないから、あとは一発してやってと。さて、じゃあちょっと機体強化と強化パーツを整理するので、一旦中断します。はい、じゃあちょっと強化パーツと付け終わったので、次のマップへ進んでいきましょう。金がめっちゃ減りましたけど、基本的に主力キャラはみんな、改造5段階まで上げました。
じゃあ進んでいきましょう。日本近海トゥアハテダナン格納庫。妖精の目対ラムダドライバー用新兵器。劣勢なのかミスリルは今。それでも勝てないかもしれない。みんな改造すれば大丈夫だよ。10段階改造すれば。そのためには金だ、金。資金をよこせ。上陸を許可しました。そんな簡単に休暇を与えるのか。これは有給？無給？日本、東京神代高校正門前。教室に行こうかって今日休み？授業中とかだったらはた迷惑だよね。休みっぽいな。誰もいない。閉鎖されたんだ。ああ、なるほどなるほど。戦闘エリアに指定されたからね。
自分の病気を認めるんだって。レナード・テスタロスさん、銃弾を弾いた。コートを狙ったの？頭とか狙えばいいのに。あ、ラスト。何こいつ。ストーカーだからだよ。
ーバリストちょっと鍛えといてよかった。第28話、未来への招待。お別れする予感。ラムダドライバーとりあえず発動したな。とりあえずね、5段階改造はしてあるんで、なんだっけ、ラムダドライバーのなんちゃらが増えるみたいな。いけるな。集中はまだ、いや、集中はかけておくか。このまま攻撃に出る。うわ、エネルギーめっちゃ使うの。AI たまにミスるからな、計算を。あ、ラムダストライク使ってきた。5800か、なるほど。上空から敵の増援。赤いカメラ、その戦闘機。妙な考えは起こさないことだな。いやでもなんか次やった時は敵同士だみたいなこと言ってなかった。
食する価値はある。コスモゼロを回します。通信途絶えたものなの？こちらは結構そのまま一旦目から来るね。回避コードしか取れないし。おお、前期進軍してきた。カーリーニ。今日のカリーニンさん、いつものカリーニンさんじゃない。純粋さゆえ。新型ラムダドライバー搭載機。超射程長くね。あの位置から狙撃したらどう？ヴィルヘルム・カスパー。魔人と言われた腕を持つ狙撃手。飛行する。こっちもさ、フライトユニットつければ普通に飛べるよ。ミノフスキードライブもあるしね。アーバレストにはつけてないけど。登場から4ターン後味方フェーズを迎える。はあ。
りあえず型がつくと。じゃあそれまでに接触をしないといけないかな。こいつ移動力が半端ないからね。加速持ちのブライトさんを護衛につけつつ指揮範囲内で行こう。うわ、移動力が全然足らんわ。どうすっかな。一旦下がるか。じゃあね、主人公機はね、もうオールフル改造、中段階改造してあるんで、多分めちゃ強いっていう。で、スパイラルエフェクターつけて攻撃力上げてるんで、劣化6300っすね。まあ、あんまり前線に出してきても、あ、そうだ、エースクラウドつけるの忘れた。まあいいや。とりあえず、まずは普通の。エースを目指して。で、クセイガンダムは相変わらずの機動力だな、半端ない。よし、じゃあこれでいいかな。5800、倒せるか。一発で倒せないか。プラスみたいなのみんな一回ずつつけようかな。コスモゼロ普通に攻撃していいよね。普通に倒せんだけど。いけいけー。倒せない。狙ってきたか。回避。34か、少ないな。お、2回行動だ。24%、 まだ大丈夫っしょ。なるほど。こいつのね、ラムダドライバー的な能力なんだよね。そう、すべてのダメージを10分の1にするって、これがすげえ厄介だから。ヒットポイント的には5万6000ってことでしょ、単純に。だったらちょっとまだ周りのみんなを勝たしたいな。メインメガネ手法でこいつを撃てるか。どうすりゃいいのこれ。倒していいわけ。一応服整えて、
マジでどうすりゃいいの？奇獣くらえ。こいつ倒したらゲームオーバーとかないよね。大丈夫。で、さやかは Z カッターで少しでも撃墜数を稼いで、一番いいのかな。あとはソウスケの撃墜数を稼ごう。で、シンジ君プログレッシブナイフで、ダブルゼーターちょっとこっちの音か。兵器でね、巻き込めればそれでいいんだけど。やはりバリアムちゃん硬いな。グレネードランちゃん、ちょっとこいつには手を出さないとこう。フィンファンネル、普通に強い。やっぱりアムロは。こっちはもうこいつらだけでいいかな。なるべくこっちの方に向かおう。ロシュセイバー主人公機はな、でも、まあ、強いからね。マジンガーはどうすっかね。ちょっとダメージ与えとく。ブレストファイヤー、キッチュ20使うか。ちょっとこのターンを置いとこう。あと2ターンあるよね。2ターンっていうか終わって2ターンあるよね。ゲッターもちょっとこっちに置いとこう。パネルミサイル、こいつに当たるか。
が強敵だって分かる相手だけど、頼むね、グルンガスト必殺ファイナルビーム。こちらの資格を使えたか。 X2 欲しいな。これさ、攻撃していいかな。くらえ、倒した。とっ捕まえろ。父上申し訳ありませんって。撃墜を確認、墜落を確認か。生存の見込みはある。回収班を向かわせろ。感じ取ればそこだ。行け、インファンネル落ちろ。先だけはない。お時間が来たが、サイト越しに奴の気を感じる。そこだ。痛くない。追い込めば耐えられる。耐えられるのって気分悪いの。これはこいつか。周りの奴らは倒そう、確実に。ハイパーメガデューション10てか EX オーダーとかさ、一回も使ったことないんだけど。なるほど、これを上昇させればいいわけだ。上昇させよう。周りの人しかいないからな。金家だよ。これってなんだっけ。味方が2機倒すごとに1上がるんだっけ。なんか忘れちゃったな。気力上昇とかも普通にあるしね。ちょっとシンゲッターとか気力上げる。129か。普通を唱えてメガ粒子砲で、させたい。 OK で、LTD 発動させて、で、こいつはコスモゼロで倒そう。あとはこいつか。意外にヒットポイントがあるからな。メガ粒子砲を打ち込む。ちょっと移動しとく。なるほどね。早めができるかな。ギリギリ。F91 はね、なるべくちょっとザビーネちゃんのところに行きたいかな。ブストッチ使おうか。結構集中使ったけど命中率高いな。
ビーネ、貴様まだ貴族主義を見えているんだよ。復活だ。こちらの刺客を疲れたか。貴様だけが私の獲物だ。私は地獄を見てきた男だ。もらった。さったか。やるしかない。さすがだな、ザビネ。直弾捉えて。トビアの攻撃で倒せるかな。4500。ちょっと無理っぽいな。貴族の支配する世界なんて、そんな夜迷いごとを。このタイミングなら、行け。終わりだ。どこだ。私が金塊。金持ちだな、さすがにザビーネ。貴族主義大好き人間だからな。ハイメガが、もうちょっとなずらしたいね。そうするとどういう射程だ。一歩左にずれるとだいぶ変わるね。マルチアクションは打てないか。まあしょうがない、地道に片付けていこう。必中は取られとくか。でフルパワーでこいつを狙う。倒した。最低限の仕事はした。そういうもんか。あとはゲッタートマホークトルネードなんてあんだ。ゲッタービームで強いな。少しザコ狩りをするか。で59800か。ファンネルミサイルが届くね。ヤマト一斉射はこいつに当たるか。ヤマトの攻撃力半端ないからな。よーし、でマジンカーで必中当てれば倒せるんじゃないか。ビッグバンパンチ100使うけどエネルギーは底分けしてあるんで大丈夫でしょう。動きをよく見れば当てられる。俺のマジンガー Z の全てを食らう。この力
海を割り、すべてを生み出すこの拳、ビッグバン！先に帰って行ってくれ。では失礼させていただきます。兵士というより武闘家か。そうなんだ、全然わからん。あと誰だ。わかりづら。一応ちょっと集中力のと思う。当たった時の腹痛もかけておこう。9800か。まず主人公機で減らす。めっちゃ強っ。強すぎだろ。あ、グレートエースボーナスになった。EX ポイントプラス1。おお、 50% から75の上昇。 EX ポイントプラス1っていうのが結構でかいな。何気にスマッシュヒットをね、使いたいからね。こいつはちょっと戦艦の隣に置いとこう。硬い。よし。こいつを誰出そうかな。あ、トビアとかもちょっと出すか。ダイレクトアタックってさ、大丈夫なの。おお、いいね。なんか使い。まあいいか、ちょっとシーブクで攻撃しよう。2200。おー、全然減らねえ。やはりそうすると一人投入するしかないか。あ、そうだ、フェアリーブレス。いつも忘れる。フェアリーブレスを取らないと。おーっと、こいつ結構金持ってそうだもんね。ハイパーメガレーション当たるね。こいつ任せよう。ダイレクトアタックで必中。ハイパーメガレーション撃て。艦長、攻撃準備が完了しました。三ヶ崎、射線場から退避しました。ハイパーメガ粒子砲発射。脱出だ。まずは生き残ることを優先する。よし、あとはこいつをタコる。4万か。まあ、総攻撃かければ当てられない数字じゃないとは思うんだけど。じゃあまずはこいつらから行くか。もうダイレクトアタックとかね、絶対意味ないはずなんで。ダイレクトアタックが効いたら一発で終わるからね、そもそも。じゃいけないんだよ。そういうのはさ、ナスカ、ハネミサイル、行け！想定以上、やるもん。必中だけできたの。ファイナルミ。使えないかな。絶対に認めないから。なれ、プラズマリアクター、くらえ、ファイナルビーム。そうか、実に君らしい攻撃。よし、このまま押していこう。
マジンガーも出すか。ビッグバンパンチ。してなかったからな。強化パーツ。ありがとう。おとなしくしていてくれないかな、番犬くん。ベリアルの性能の一端をお見せしよう。あと一端だけど。終わりだ。うわあ！アーバリストが。
ジェネレーター停止、コンデンサーすべて破損、機体を放棄し脱出を、状態を許可する。てかカリーニンどこ行ったの？いた。普通にいる。ミスター AG なんだ。ミスター AG じゃなくて。敵部隊撤退。ヤマト航空隊ブリーフィングルーム。重体か。緊急手術を受けています。修理も不可能か。アーバレストは
ベルタディッチ将棋を保護できた。もう一つ収穫があります。アマルガムを打倒するルートが確立した。アジトって言われには、すげえ豪邸だな。いるところを申し訳ない、くつろいでたか。エンブリオよろしく頼むよって。EXC バンク、あんまり必要はないかな。特におすすめ品はいらないかな。じゃあとりあえず特に新しい機体とかもない。むしろ減ったか。アーバリストがいなくなったからな。というところで、じゃあ第28話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。